ボスジャンナック・バーは、スロベニアの元バスケットボール選手。現在は、NBA のデトロイト・ピストンズのスカウトを務めている。ユーゴスラビア連邦を、スロベニアコロシュカ地方スロベニグラデツ出身。ポジションは、スモールフォワード、パワーフォワード。206センチメートル、102キログラム。アドリアティック・バスケットボール・アソシエーションの、KK ・ユニオン・オリンピジャで頭角を表すと、 2000年には、イタリアのパラカネストロ・トレビーゾでプレーイタリアのチームに席を置く外国人の中では最も若いプレイヤーとして活躍した。スロベニア代表でもあり、2000年には、U、U-20 ヨーロッパ選手権のスロベニア優勝に貢献。2006年には、世界選手権出場のため来日した。2002年の NBA ドラフトで一巡目15位で、 ヒューストンロケッツに入団。一巡目指名プレイヤーながら一年目の一試合平均出場時間はわずか5.5分だった。二年目もほとんど出場期間を与えられず、シーズン後半には完全にローテーションから外されると、三年目となる2004から2005シーズン中にニューオリンズホーネッツに移籍する。ホーネッツではようやくまとまった出場時間を与えられるようになり、 それに伴ってスタッツは向上するも、2005から2006シーズンには膝を故障し、再び出場機会は減少。シーズン途中にニュージャージーネッツに移籍。2006から2007シーズンは、同ポジション不動のスターターであったリチャード・ジェファーソンが、シーズン中に手術をしたため、ナックバーは、多くの出場時間を与えられ、得点面で活躍。 個人スタッツの多くの項目でキャリア杯を更新し、得意の3ポイントシュートは成功率でリーグ11位にランクされた。しかし、2008から09シーズン以降は NBA でプレーすることができず、ユーロリーグなどでプレーした。2017年10月5日、選手生活に区切りをつけ、デトロイトピストンズの国際部スカウトに就任したことが発表された。 ありがとうございます。